エはフランスのモデル兼女優ミスワールド1953に選ばれる。1935年2月13日、アンケン・アンベリュ・エンビュージェに生まれる。1952年末、シルビー・アン・カルパンティエはミスフランス1953に選ばれる。しかし1953年1月、結婚式の準備のためミスワールド及びミスユニバースに出場しないと表明。 急遽、クリスティアン・マルテルがミス・ユニバースに、彼女がミス・ワールドに出場することとなる。二人はミス・フランスのタイトルを持たずに、ミス・コンデ・フランスを代表した珍しい例となった1953年10月19日、ロンドンで開催されたミス・ワールドで優勝。フランス代表として、初。もともとは、考古学者になりたかったが、モデルと女優のキャリアを追求することとした。 零零七ダイヤモンドは永遠に、などの映画に出演。モデル活動と並行して絵画を制作する。エジプト王、ファールーク一世や競争馬生産者のアーガーハーム3世も彼女の作品を購入した。後にニースに移り、1980年から16年間市議会議員を務める。ミスワールド2005、ミスワールド2010、ミスワールド2011の審査員を務める。 ミスワールド2014の特別ゲスト。現在、プロバンスアルプコートダジュール地域圏ファリコン在住。ありがとうございます。